一国道は、福和術師である一国と福和術人形によるチーム名を指す名称である。神奈川県高座郡寒川町にて誕生。沖縄県沖縄市で育つ。沖縄県立茶壇高等学校卒業。身長175センチメートル、血液型 A 型。本名は、玉木一石。既婚者で、かずめの父。使用する人形の種類は様々で。 人形によって声を変えている。夏季の他に一国自らを人形にしたものもある。テレビ東京で2007年9月21日に放送された企画番組ヤマト魂の中で日本の有名人が海外で自らの得意技を披露することになった。この時一国は中国の番組定下の周長級名星に出演し発音が難しい中国語で 福話術を披露している。なお、この時彼の年齢が47歳と紹介されたが、正しくは44歳であった。また、出演する直前、ALA 中国語会話教室にて、個人レッスンを受けている。この時の対戦相手は次の曜人たちであった。一国は、予選で審査員全員を魅了することに成功し、予選を突破。さらに、乱の防衛戦にも勝ったため、 この日の放送では優勝を果たした。なお、この番組の中で一国は人間の証明のテーマと世界に一つだけの花を歌っており、福和術で歌えることも証明した。一国同世界で一つのショータイム一個まで、一国、ボイスイリュージョン、一国同ポニーキャニオン PCVG-1667。ありがとうございます。